23日、東京都、高楽園ホールにてマリーゴールド、ドリーム八角星スター GP2024 が開催。林下歌美が土壇場でリーグ戦優勝の可能性を残した。ドリーム八角星スター GP2024 はマリーゴールド初のシングルリーグ戦。ドリームリーグ、スターリーグの2ブロックに分かれ、全16選手が参戦。 8月31日に開幕し、9月28日の最終戦まで全9大会にわたって全国を巡りながら激闘を展開していく。マリーゴールドは、旗揚げ当初から実力の面でも発信力の面でもジュリアが絶対的エースとして君臨してきた。そんなジュリアも WWE へ移籍し、 すぐに NXT 女子王座に挑戦が決まり CM パンクの調愛を受けるなど大活躍中。まさに世界に弾ける女となった。一方でマリーゴールド内ではアフタージュリア問題が浮き彫りに。周囲がクドー音にエースと呼ぶ選手が所属内に存在せず、団体最高位とされるシンクのベルト、マリーゴールドワールド王座はフリーのサリーが保持。 エース候補としてよく名が上がるのは、純白のベルト、UN 王座、おもつ青の未来、スターダム時代から数々の実績を残してきた林下歌見や未来といった面々だが、明確な序列は定まっていない群雄割拠状態にある。中でも歌見はスターダム時代に赤いベルトの王者として絶対王政を築いてきた過去もあり、最もエースとしての期待を集めてきた選手だと言える。しかし、 マリーゴールド旗揚げ以降は戦績は振るわずスランプ状態と指摘する声もある。リーグ戦開幕から苦戦が続いた歌見だが、この日のメインイベントでははドリームリーグ公式戦としてノリとの試合が実施。ノリは LLPWX の新星であり、MMA との二刀流ファイターとしてカンドリ・シノブ井上高子の下で修行中。 ノリは現在3勝0敗に分けとリーグトップを独走中のため、ここで歌美が負ければ優勝の可能性は完全消滅する崖っぷちの一戦となった。